Oh, he's back in the office. That's cool. And I love how Sekiro's is in the back there. スタジオから、お届けすることになりました。まあ、私の部屋からの放送もそろそろ飽きてきた頃だと思います。だ、オーケー。実は今までのスタジオとちょっと違うところ、より広いところを借りてやっています。オーケー。皆さん、ソーシャルディスタンスを、スタッフも保ってですね、感染予防対策に気を配りながら、進行しております。では、早速参りたいと思います。まず最初に、新しく追加される Refighter コスチュームのご紹介、oh, こちらをどうぞ。Final Fantasy costumes, Tifa and Aerith, right here. I guarantee it. I'm pretty sure. Oh, and Barret, nice. And they're on the train. That's so good. I love how he does this, man. I love the references. I love it.I love it, dude. It fits just right. Gunner for Barret, and then Brawler for Tifa. Perfect. Oh, the crocodile! Oh, they're in the sewer! That's why they use Croc. Oh, there she is. She's the swords. Okay, that makes sense. But that's awesome. I love how they use King K. Rool as like one of the lizards in the sewer. Chocobo costume, okay.Kind of expected this. I love the racing. Chocobo racing. Oh, wow. I'm so sorry, Geno fans out there. Everyone wanted Geno as a character. There you go, he's a me character now. I can't wait to see like other people's reaction about Geno. というわけでフェイント気味のご紹介になりましたけどね。ファイナルファンタジー7以降 FF7 と呼ばせていただきますが、FF7 ゆかりのコスチュームが増えました。エアリス、ティファ、バレットが入っていますが、これらに専用のヘアセット、つまり髪型はないんですね。これはミーファイターの方で、適当に使用していただければと思います。では本題のセフィロスのご紹介に行きたいと思います。Dang, まず literally ignored セフィロスとは Geno. So who is セフィロス？クッパ大王謎を除いて、ゲームでは特に有名な悪役の一人ではないかなと思います。Yes. FF7 に登場した伝説のソルジャーです。とある細胞、何細胞とは言いませんが、そのために人知を超えた強さを誇ります。最終的には究極の破壊魔法メテを用いて星の力を我が物にしようとします。特徴は長い剣の正宗。最新作 FF7 リメイクはスタイリッシュな映像が山ほど楽しめる作品で、私も続きが楽しみです。So he beat it already then. He beat Remake already. Final Fantasy Advent Children に寄せてみました。We knew that. いやー、何しろ Minecraft の後に FFAC ですからね。Ah, so it's a Final Fantasy 7 and Advent Children collab. Got it. では、ここから私が操作を直接行いながらご紹介をしたいと思います。例によってゲーム内のカメラは特殊なもので、また開発中のものであることもご了承ください。では参りたいと思います。はい、これがウマブラにおけるセフィロスです。He looks amazing. 最大の特徴、やっぱり剣が長いことですね。剣が長いのでリーチがとにかく広いです。そして比較的長身です。長身ということは相手の攻撃が当たりやすいということ。そしてその長身の割には軽いんですね。Oh, he's a light character. Okay. カラーバリエーションには上半身裸版を 7P、8P に用意。Female fans screaming. Screaming right now. 暗いイメージというのは保ったまんまにしますが、7P、8P は最終決戦仕様が楽しめると思ってください。来るがいい。
目障りだ。声は日本語のみの実装になります。ご了承ください。Yep, gotta keep it. 最大の特徴、セフィロスがピンチになるとこのように肩翼が生えます。肩翼が生えるといろいろな効果があります。ほう。まず、スピードや攻撃力が少し増します。So it's something that's already out? そして、空中ジャンプがもう一回できるようになります。つまり三段ジャンプができるようになると。へえ。そして何より、スマッシュ攻撃にスーパーアーマーがつくようになります。Oh, wow. That's cool. こんな風に一方的に打ち勝つことができる。So, okay, I get it now. I unlocked that 100. Like, kind of like carry. 使いすぎにはご注意です。例えば、ワンミスするとなくなります。相手を撃墜するとなくなることもあります。ピンチは単純に蓄積ダメージではなく、試合全体を俯瞰して判断されます。例えばストック数が優勢の時には 100% 超えてもまだ立てられません。Okay. That's interesting. ストック数が劣勢の時には And it comes out. There it is. もう 30% 程度で肩翼が出てしまう。Wow, okay.That's pretty cool. I mean, I guess that's fair if he's that strong. でもその前にスイートスポットについてお話をしておきます。例外もありますけれども、斬撃の場合、刀身の中央少し前寄りが強いんですね。The range. 例えばこういう位置の場合。No way. このようになります。一番近いのが7、真ん中が12、先端になると9になっていますね。Interesting. The middle gets hit the most, huh? 中央が一番強いのですが、月みたいなものは先端が強いことが多いです。まず弱攻撃。他のファイターと比べれば全然違うのですが、セフィロスの技の中では特に早く出る方なので、相手に近寄られた時などに使いましょう。次にダッシュ攻撃。前の方に踏み込みながら攻撃する技で、結構なリーチもあります。また、吹っ飛ばしも十分にありますので結構使える技かと思います。次に横強攻撃。見ての通りリーチがかなり長いです。そして上下に打ち上げすることができます。例えばダウンした相手には普通に打っても当たりませんから、そういう場合斜め下を狙って打つといいですね。次に上強攻撃。当てにくいですがリーチが長く判定も持続するという特徴があります。目の前にくっついた相手を打ち上げることもできます。また、例によって突き攻撃ですが、先端が一番強いです。次に下強攻撃。移動するので、And he has a slide? Oh my god, I'm gonna main this character. 相手の攻撃を、くぐり抜けて攻撃する。 I'm one of those guys. I'm one of those people guys. Like, I'm gonna, like, literally main Sehiros. 次に横スマッシュ攻撃。威力のある全力スイングです。リーチも威力も吹っ飛ばしも十分にあります。わお。だけど隙はかなり大きいです。ああ、OK。So it's easy to counter。かなり遠くでシールドされた場合も反撃確定になってしまうのでご注意ください。次に上スマッシュ攻撃。かなり広範囲を襲う技です。The thing that we saw in the trailer。地上の前後の相手にも当たります。まあ相応に広いですが隙はやっぱり大きいのでご注意。下スマッシュ攻撃。I kind of thought though. I kind of thought that he's gonna have like some weaknesses, but still. Wow. Wow. Wow.次に前空中攻撃、かなり長いリーチを誇る主力技です。リーチの長さを生かしてこのように復帰阻止にも使えます。だけど当たりがすごく細いので見ての通り小ジャンプ攻撃なんかがあるんですね。なのでそういう場合横強攻撃なんかと併用すると相手はとても困ることになると思います。Wow, that's crazy. そしてもう一つ特徴がありまして。
Yes, that. 前空中攻撃、壁に突き刺してジャンプすることができたりするんですね。That's cool.これをいかにして使うかというと、こう、What the? 使うなどが考えられますね。そして後ろ空中攻撃、前空中攻撃よりは範囲が広い攻撃ですね。威力も高いです。なので前空中の代わりに振り向いて後ろ空中を使うとかはありですね。前空中攻撃も後ろ空中攻撃も地上ギリギリで出して当てることが大事なんですね。そうじゃないと地上の敵に当たらないので。超ジャンプで当たらない相手も、地上ギリギリなら当てることができますので。ただ前空中攻撃の方が後ろ空中攻撃よりも早く出るからそれを勘案しないといけないですね。具体的には前空中攻撃が、攻撃発生13フレーム、後ろ空中攻撃は15フレームとなるんですけど、いやそんなこと言ってちゃいけないですね。このゲーム愉快なパーティーゲームを考えて想定して作っているものなのでそんな細かいことを言うのはまあ大会に出る人ぐらいでいいんじゃないかなと。というわけで前空中攻撃当てると楽しい、後ろ空中攻撃も当てると楽しい、そんな感じでいかがでしょうか。次、上空中攻撃。So basically you're saying he's OP. 先ほどの上スマッシュ攻撃と似てますね。まあ実際代わりに使うことだってできます。前方の攻撃範囲などはあんまり広くありませんが、いろんな迎撃に使えるので試してみると良いかと思います。次に下空中攻撃、これは獄門と言われている急降下攻撃です。例によって床上からの攻撃にも使えます。 Oh God! 広くしゃがんでいてもこの通り、またその頭身の長さからものすごく床を突き抜けますので、崖外からの復帰措置も可能かと思います。一応メテオもありますが、ちょっと崖外では使い物にならないですね。自分も自滅しちゃいますから。もしもメテオを使いたいなら、足場は最低限キープして使った方がいいですね。Holy crap! 次に、掴みや投げですが、剣を持ってるファイターというのは投げの威力は全体的に弱めです。うん。これ前投げ。後ろ投げ、テレポートして投げてますね。上投げ、すぐにコンボにつなげます。うん。そして下投げと。まあ投げの威力は低いといえど、何らかのコンビネーションに使ったりとか、シールドを崩しにかかったりとか、そういうのに使えると思いますので。I can already see the possible combos, man. I want to see his projectiles. のご紹介です。Oh yeah. 通常必殺技は貯める段階によって3つの飛び道具を使いこなします。Okay. ほぼ貯めずに打つとフレア。距離が比較的長めで最後に爆発を行います。Wow. That's still a long range. 貯めるとメガフレア。それよりは距離が短いですが、ギガフレア？威力が抜群の攻撃を行います。Oh, I was gonna say. そして最後まで貯めると、Oh, it is ギガフレア。Okay. ギガフレア。大爆発を起こして相手を強く吹っ飛ばします。 That's crazy. フレアでさえ発射にはかなりの時間がかかりますが、威力は絶大です。シールドボタンにより、途中でためを止めることはできますが、ための保持はできません。Okay. So you can't keep charge. 性質上ギガフレアは空中では使えないことになると思います。Oh wow. Okay. ギガフレアにはこんな使い方もあります。You can combo after it. スマッシュをこう混ぜてみたんですね。またこういう使い方もある。But you can't hold the charge. That's right. So, okay. No, that yeah. I don't know about that. こんな目の前で炸裂するなんて使い道があるのかなんていうことも考えられますが、実はちょっとあるんですね。それ後で説明します。ほう。一応吸収もできるんですが、大した回復量にならないです。なぜなら爆発した時が強いから。反射もできます。反射はギガフレアは絶対に反射されないことをお勧めします。もう蓄積ダメージゼロでも即死ということになりかねないですから。OK。That's 69 too. That's crazy. He's that light, huh? で、うまく使いこなしてもらえればなと思います。次に横必殺技、シャドウフレアです。なんか地味な飛び道具ですよね。
とにかく細い球を打つだけなんですね。貯めることはできる。I was like, I don't see anything, but I see now. 何かあったようには見えないですね。でも、この球、全く異なる概念を持つ飛び道具です。この細い球を相手に当てると、Okay, that's what I wanted to see. 球になるんですね。そしてしばらくすると誘導して爆発をします。Wow, how are you supposed to counter that then? 溜め度合いや重ね掛けによって相手の周囲を回る球の数が増えます。最大5つまで。なお、シールドをすることは可能です。Oh, okay. シールドされることを見越して、掴むことも可能です。なお、発射時に向きを変えることもできます。Oh wow, that's cool. こういう使い方もできるかもしれないです。That's stupid. 大乱闘の場合、誰かが回る。Oh, can you hit people with it? Oh, that's awesome. Oh, but you still keep it though. まあどっちに転んでもセフィロスには有利です。Oh no, go there. 使うに越したことはないと思います。なお吸収することは可能です。反射することも可能です。Oh, really? まあ、実用的に攻撃に使うのはちょっと難しいかもしれませんが。Okay. ちなみに。Oh, you can store it? 可能です。拾うとどうなるか。こうなるんです。人の周りについてるものを。That's cool. 親切ですね。上必殺技、一閃です。Recovery. 攻撃系の技で、ファイアフォックスなどに似ていて、好きな方向に打つことができるというものですね。相手に対して距離を取るためにも使えますし、フェイントをかけるのにも使えます。ところで今までが一戦だったのですが、ボタンを押し続けると、オクトスラッシュ、わお。切りつける技になります。こういう突進系の技には珍しく、十分な撃墜性能があります。He has so many moves that can kill. Oh, okay. だけどちょっと浮くともうどうにもならないので、okay. 飛距離には少しだけ差があります。これ一線。これハット一線。Okay. ハット一線の方がちょっとだけ長いですから、どうしても復帰したいという時にはハット一線を使うのがいいですね。もちろん本来は復帰に使うためのものです。Wow, that's so good though. You can protect yourself by recovering. 上の方に飛び出してしまいます。それを使って攻撃をするという手もありますが、この違いにはご注意ください。次に下必殺技。And they got Genova. All right. ハニカムシールドから閃光を一連で放つ技でカウンターのように使えます。カウンターと異なり当たっても当たらなくても。先行になるのがポイントです。Really? That's cool. 受けた攻撃の強さによって先行がパワーアップします。見てくれの通り後ろからの攻撃には無効です。なお残念なことに飛び道具は反射できません。防ぐことはできるんですけどね。Oh, okay. さらにカウンター系としては珍しく強い攻撃に破られてしまうんですね。Oh, wow. 最大チャージショットなんかもまあ厳しい攻撃です。ただしダメージは防げます。復帰阻止に使うこともできます。That's cool. 特に攻撃力のある上必殺技を持っているような人は気をつけた方がいいですね。That's cool. 最後の切り札はスーパーノバ。セーファセヒロスがメテオで超新星を起こし、星ごと破裂させるというダイナミックな技です。ここ、それぞれの人たちが違うリアクションを取ってるというのにお気づきになりましたでしょうか。Oh, really? Oh, yeah, she's sleeping.お気づきにならないと思うので寸前で止めてみようと思いますが、右から1人は吹っ飛び、1人はキノコ、そして1人は、シールドブレイクを起こしているように見えます、ね、That's interesting. 原作でもそうだったのですが、ランダムである程度の効果が現れるようになっています。 Okay, that makes sense. フラフラ、寝る、スロー、お花、キノコなどですね。フラフラになりましたね。こうなったらさっきのギガフレアからの横スマッシュなどで蓄積ダメージ 0% からの一挙撃墜なども狙えるわけです。お花はダメージが大きくなります。普通に食らうよりもさらにでかくなって。 Of course that's not gonna happen in tournaments, but it's still crazy. これはキノコ、ああキノコは怖いです。
突然キノコにかかると復帰しようとして反対側に行ってしまいますから、これもまた蓄積ダメージ 0% からやられる可能性のある技ですね。などといろいろアドリブ性が求められる、スーパーノヴァ、お楽しみいただければと思います。ところで、クラウドの偶数カラーの切り札にも手を入れました。Right, それも上級武神火山バージョン5です。ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンに登場し、合体拳を分離させる技ですね。攻撃力など性能は奇数カラーと全く変わらないものになっています。なおご存知かと思いますが、クラウドの偶数カラーには袖なしがあります。まあこれも原作ファンにはおなじみのものですね。次にステージのご紹介です。北の大空洞というステージを作りました。ステージの形状自体はシンプルにしましたが、背景がストーリーを追うようになってるんですね。これなんと FF7 の終盤の展開を含んでしまいます。しょうがないけど。なのでこれネタバレを見たくないという方は回れ右をした方がいいかも、いやしなくてもいいかも。何しろ20数年前のゲームですからね。まあそれに新しいリメイクでこのようになるとは限らないということなので、まあ見ていただければ幸いです。それでは参ります。北の大空洞、ファイナルファンタジー7で最終決戦が繰り広げられたところです。約束の地、そしてリユニオンの終着点ですね。火口のような北の大空洞を俯瞰し、There's the ship. そして遠くにはジェットエンジン化したハイウィンド第二形態があります。セフィロスが星を滅ぼす黒魔法メテオを発動しました。それを阻止するためにセフィロスを倒し、エアリスが決死でかけた白魔法ホーリーを解放するというのがパーティーの目的です。星の体内にどんどん降りていきます。原作にもこのように段差のようなところがありましたね。ぴょんぴょんジャンプしたりしましたけれど、北の大空洞は2000年前にジェノバが落下したところと言われています。そしてその後古代種に封印され、神羅に発掘された箇所です。この辺りはリシディア・ファイナルファンタジーのステージに採用されたこともありますね。ジェノバ、シンセシスと戦った場所を彷彿とさせます。基本的な床もこの辺の床を参照しています。そしてこれが封印されたホーリーです。わお、ホーリーが発動し、そしてパーティーは脱出を図ります。 Right, I remember that. 逃げろーと。そして眼前に広がるメテオ、そしてホーリーが飛び出しメテオの阻止に回ります。ハイウィンドはここで密かに第三形態になっていたりします。しかしホーリーが発動するのが遅すぎたと言われてますが、メテオを止められません。そこで星の力であるライフストリームが湧いてきて加算するという、わお、こういうお話を追うクルーズステージというのは今までになかったかもしれません。お楽しみいただければと思います。That's awesome. それでは実戦に移りたいと思います。今回は勝ち上がり乱闘をやってみたいと思います。例によって、本気度は一番高くして始めます。なぜかというと、これボスラッシュが楽しめるんですね。歴代ボスがいっぱい出てきます。まあもともとボスキャラらしいセフィロスだからこそ、そういうボスラッシュというのは合うんじゃないかなと思って入れてみました。だけど当然手強いので気をつけなきゃいけないですね。最初はリオレウス、しかしつくづくなんてゲームだ。いいのかこれは。It's crazy. Sephiroth is fighting freaking Rathalos. This is insane. 飛んだりとか逃げたりするのが。This game is freaking amazing, man. Holy crap. 尻尾くれ。尻尾をくれ。でもその前に面白いもの拾った。投げちゃった。お、落とし穴。いて。お、尻尾やりましたね。これも食らって。ナイス。
セフィロスの最後のとどめがタルって。はい、次ガレオムです、スマブラ X を放送させますね。音楽も懐かしい感じ。まあまあそんなに怒るのはやめようよ。 Kind of like a Final Fantasy boss stage。 ちょっと食らっちゃった今。あ、握られてますね。まあまあそんなに怒らない、怒らない。真っ赤じゃないですか。もうはい。Oh, nice. The counter. 危ない、危ない。はい。ちょっと怪奇物っぽい、怖いと言われてるマルクですが、このキャラ本当はもっと怖かったんですよね。年齢推奨制限で引っかかっちゃいましてね。しょうがないからマイルドにしてみたんですけど、個人的にはもうちょっと怖くしたかった。魔界植物かな。お、割れた。Oh, wow. 自分が割ったんじゃないです。お客さん目が変になってますよ。おった。おっと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 、危ない。ああいう血管表現とかが特に怖いって言われてるところですよね。No God. 今もちょっとキモい。ああ次次。あ、惜しいな、パーフェクト取れてないな。次ドラキュラ伯爵です。一番最初の伯爵状態だと。なんだ伯爵状態、頭にしか判定がないから、そこは気をつけなきゃいけないですが、見ての通り、ウエスマッシュとかで当たりがあるから、それはジャンプするよりも楽かもしれないですね。ここは素直にシールド。無理すんのはやめよう。おーっと、無理した方が良かったかな。さて、ここからが本番です。先生。That's okay. Almost half his HP. そう、スマッシュ横とかをうかつにやると、全然隙がでかくて反撃食らっちゃうんですよね。気をつけなきゃね。怨念弾みたいな。Oh wow.いかんねー。またやっちゃったね。なんとか片横は出ないで済みましたね。いや出してもいいんだけど、むしろ出した方が。次魔王ガノンは戦い方をよく考えないといけないですね。何しろあの光ってるここにしか判定がない。いや判定はあるんだけど、他がみんな全身無敵になってる。まあ無理せず行きましょう。Oh, nice. チャンス。貯めちゃおっかな。痛いだろう。僕も、もっと危ない。よしよし。これど、あっ。The cheese. よしよし。次ギガクッパです。スマブラデラックスみたいな。やっぱり攻撃が思ったよりも広いので何とかしなきゃいけないですね。発動一戦で抜けてみたりして。まずいここまずい。危ない。Nice counter. ああいうことをしていちゃいけないんです本当は。何しろこれ掴みがありますからね。この人危ない。結構間合いが広いよ。届かないしね。まずいね。
Oof. 結構当たってないように見えますけど、もうあっという間に真っ赤でやられるなんてことありますからね。おこれも良くない。ちょっと届いちゃう。よし。獄門。本気度 9.9 いっちゃいました。おはい、マスターハンドとクレイジーハンドです、それが北の大空洞でなぜか戦うという。これは最初からまずいね。ピヨッタまずい。もうろくにダメージを与えていないのにすでに蓄積ダメージが。吸われたくない。うわぁ、このアングルを小さくされるのとても危険。ここでダウンをさえできればナイス。いいぞ。もう一回いってぇ。ついに片翼が出てしまった。まずい、これはまずい。オーガード、まだ諦めちゃいけない。はっ、He can die anytime now. 来い来い。さすがにできなかったか。お、これはいけない。Oh, wow. There's one. あとはクレイジーだけ。でも、一撃くらいはやられそう。今、掴もうとしたね、君。一人で10体ぐらい倒せばいけるかな。No, nice. Barely one. はい、終わりました。お疲れ様でした。さらばだ。獄門。本気度 9.9 のまんまでしたが、はい、お疲れ様でした。ボスラッシュモード楽しんでいただければ幸いです。Here we go, more songs. 次に楽曲のご紹介です、楽曲のリストはこちらです。新たな曲は9曲に追加され、okay. FF 曲が The Bomb Mission, Those Who Fight 曲になりました。うち4曲がアレンジで、いずれも聞き応えがあるアレンジになっています。これらミッドガルステージにも追加されます。今まで FF 曲というのは2曲だけだったんですね。それをして机にさんはケチだというような話をする人もいるかと思うんですが、それは違うんですよと大きな声で言わせていただきます。やっぱりですね、例えばキャラクターが何かのゲームに出る、コラボするという時にも曲なんて1曲もないっていうものの方が多いじゃないですか。あの世界で全て問題ないように、許諾を取らないといけないんですね。まあ中には一社でちゃんと取れるものもありますが、複数の会社にまたがっていたりとか、国によって全然違ったりっていうことを、権利をみんな解決して実装しているんです。Tell all you guys how business works. ということで、認めていただければと思います。さて、肝心の配信日です。12月23日に配信予定。Oh wow, my birthday. クリスマスイブイブですね。ファイターパスボル2があればそのまま受け取る可能。Wow, okay, that's cool. It comes out on my birthday. That's awesome. ところで、毎回スマブラに新キャラを加えるというのは本当大事なんですよね。だけど、ファイターが多いだけに、ファイター選択画面では多数の中の一つで埋もれてしまうんです。Are they changing it? これで良いのだろうかと思ったりして。セフィロスはボスだから、ボスとしての強さにスポットを当てたいと思いました。そこで、これを見てほしいんです。Oh, so they are changing it. Oh, wow. There's a Sephiroth challenge. What is this? なんと、ボスとしてのセフィロスと戦える期間限定出現の特別なモードを用意しました。これを倒すことができれば、先行してセフィロスと北の大空洞ステージを使うことができます。What? イージーノーマルはそこそこにするけれど、ベリーハードはかなり難しくする予定です。That's cool. 本当は最初に選んだ難易度をクリアできなければ、正式な発売日までセフィロスを先行して使えるようにはしないつもりでした。ベリーハードを選んだ人にはそれなりの試練が訪れるよう。
だけどハードすぎるかなと思い、さすがにそれは取りやめました。セフィロスチャレンジの配信日は12月18日から12月23日10時までの予定です。That's cool. もちろんセフィロスを買っていないと実現しないので、これもご注意ください。Okay, so you have to buy it still, but you can play them early. That's cool. 配信の23日に行われます。2P クラウドに超級武神ハザーバージョン5が追加されたけど、これも23日からです。23rd, okay. できれば楽しいと思い、セフィロスチャレンジを考えたけれど、実装には思った以上の手間をかけてしまい、スタッフには申し訳なかったです。ですがこの5日しか出ていないモード、できればいろんなファイターやいろんな攻略でベリーハードクリアを目指していただければと思います。確かな手応えがあります。ボスとしてのセフィロスの強さ楽しんでいただければ幸いです。戦場、小戦場、大戦場、終点において全局抽選とオレ局セレクトから抽選方法が選べるようになりました。 Oh, nice. 全局抽選とステージセレクトからの選曲は全てのステージ局が対象になります。オレ局セレクトでメニューを切り替えると、戦場なら戦場のオレ局セレクトの中から抽選されます。あとゲーム内でご紹介することができなかったので、セフィロスの勝利画面なんかもお出ししたいと思います。こちらです。Oh, so cool. Love it. I love it. Oh my god, it's so awesome. And I love how they put all the boss characters on the bottom. 以上でセフィロスのプレゼンを終わりたいと思うのですが、今回本当に収録に苦労しました。何せ機材トラブルがありましてね、どうも音響とかにノイズが混じるんですって。もしもうちで自宅配信の時にこのノイズが混じっていたら、もう配信できなかったんじゃないかなと思います。確認できるっていうのは大事ですね。そういう意味でスタッフさん本当にお疲れ様です。というわけでお開きです。どうもありがとうございました。うわー